今度は大丈夫か。うん、今道の駅で。キス。もうやってる。やっぱりカメラまだ直りませんでした。なのでこの後韓国海苔の乾燥剤取り出して袋詰めして一晩乾かそうと思います。気に出てた。今お湯沸かして何作ろうとしてるかっていうと、こんばんは。これと、これとって見えるかな、まあスパゲティですと、これ見えねえ。こうか、読めますか。スープパスタじゃなくて、あ、ダメだ、近いと見えないな。ナポリタンのレトルトのやつ。あ、しまった。このナポリタン2人前じゃないか。しまった。1人前だと思って100円で買ってきたけどこれはいかんな。料理ができたとしても見えないじゃないですかでもこんな、あ、寒く、そうですね、じっとしてると外で風が当たってると寒いかな。でもちゃんとほら、こういうの持ってきてる。ご無事でございます。風呂も入ってきました。よい。あれ、あ、ブラシじゃない。これこの100均で買ってきた、パウチのやつを閉めるやつ、閉めるもの。ホテルに今日は、昨日宿泊まっちゃったんで、今日はやっぱり野宿しようと思って、野宿ってほどでもないですけど、いつも否定しますけどね。あ、八木さんいらっしゃいませ。ん?8000メートル。レンズ内側が曇ってるんで、指で温めればですね、一瞬クリアにはできるんですよ。寒くはないです。今のところ防寒具も着て、わざとぼかして。あまり変わらんか。好きです。ありがとうございます。どっちしろこの道の駅、ど真っ暗でですね、このヘッドライトの明かりで、ヘッドライトをこの今 PC の横に置いてるんですよ。変わりません。ダメか。そう。ん?周りの人、さっき車中泊するらしい。あ、こっちか。さっき犬の散歩のおばちゃんがいたので挨拶しました。その人はですね、神奈川県の相模原から来て多分ご夫婦だと思うんですけどね。で、ここで今日車中泊だそうです。これ折りたたみの食器、めっちゃ曇ってる。ずっと、お、車の光が、ヘッドライトがダメでした。というわけでこの状態で配信します。やえです。いらっしゃいませ。ちょっと声遠くなりますけどね。あ、これで聞こえますかね、聞こえるかな。曇ってます。ここは外です。ヘッドライト、声大丈夫ですか。雨まだパラついてるんですよ。明日放送、ちょっとバッテリーどんだけ持つか、あんまり残ってないです。なので早く食べるためにはまずは茹でなきゃいけない。よいしょ。そう、ユニアバーナーまだパラついてるんですよ。今これ軒先なんで雨大丈夫なんですけどね。まあ、あとですね、今日水はトイレ水じゃなくて何か言われるだろうと思って、これ見えねえ。これでなんとなくわかるんじゃないですかね。あ、割と見えるな。これこれを買ってきました。そう、ロハスの1リットル177円もするのうちの半分を消費して今パスタのためのお湯を作ってます。イエスイロハス、気にしなければ。マイク、マイクの感度少し上げるかな。あ、上げるの難しいんだ、これちょっと上げるの難しいんで、音量上げることでなんとかあともちろんこれですね。これもまあなんとなくわかるな。こんにちは。こんばんは。パラレルワールド？ああ、あの時か。
まあキャンプというか道の駅止まり。あ、本当に？うん、よいしょ。お、なんかこの間の人だ。こんばんは。ハーエッチの人、こんばんは。パスタ。半分に分け豆乳。よし。ちょっとあの私がライトつけるとあの皆さん真っ白になりますよね、多分。また来た。冷蔵庫。うん、寒くはないです。あ、寒くはっていうか、まあある程度着込みました。思ったよりも気温低いです。さっき途中かこっちに来る途中だと15度ぐらいでした。よし。荒らしてる荒らしてる。見えるかな。なんとなく何やってるか分かります。うん、どうだろう。遅いです。あとフライパン使ってあのミックスミックスサラダ用の野菜をなんか油と塩で炒めてみようかと思って。KY ってやつか。うん、封書で家に。大変だな、封書出す人も。ん？ソフトフィルター、そうそう。あ、しまった。7分測ってない。7分、ちょっと待った。7分、6分、6分にするか。いや、5分にしよう。5分に。メスの話。痛い痛い痛い。何の話？よし。アルデンテー。あ、あ、見えますね。大丈夫ですね。割り方で。これでもう大丈夫ですよ。スタート遅れたけど、とりあえず5分ぐらいで止めて、5分ぐらいにしといて、でスパゲッティは皿に持って速攻で野菜を炒める感じで。何何エフェレスト。ああ、そんな感じですね。あ、最近どうって何ジュース。お、いらっしゃいませ。うわ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 。うん、外で道の駅の軒先で作ってます。まあ、大体温まったかな、レトルトの方も。しっとりまで。パスタ、野菜ジュース、いやいや。まあ、楽しいです。楽しいけど、もうちょっと明るければな、うん、あの、駐車場もですね、車中泊っぽい人が、2、30代はいる。あ、そうだ、韓国海苔も消費しないとな。そう、シーマートです。サバイバル生活。これ照らしたらどう見えてんだろう。こう絡まれたことはないですね。なるほど、こうなるのか、うん、あの萩祭りやってる時期なんで多分人が多いんだと思いますよ。
宿にあぶれた人たちも入ってるのかな、この中には。でも照らすのこれ片手とか首に挟んで照らしながらなんで常にはできないんですよ。どっかに固定できればいいんですけどね。電池、そうそう、あんまり今日使ってしまうと明日何もできなくなる。まあそれでも走るのは走りますけどね。明日は秋吉道に行く、ん？秋吉台かに行くつもりです。味付けはですね、レトルトのミートソースじゃなくてナポリタン、ん？どっちがいいですか？何何？明日の天気どうでしょうね。とりあえず降らなければ。ん？秋葉原。あ、テントまだです。今日は走った距離は60キロちょいくらいだと思います。うん。充電、走りながら充電出たあなたで512人目ぐらいです、うん、朝ごはん、ああいいな、でもおにぎり買ってきてしまった。今日1日雨ですかね。秋吉台電波ない、あ、本当ですか。じゃあ私だけ見てくるか。あずダイナモ、そう、自転車充電ネタはかなり本当にいつまでも多いんですよね。パスタの袋を閉めるための輪ゴム取り行ってました。そう、車バンバン来てます。どんどん増えてる、うん、スタジアム何何スタジアムライト、うーん、チーズないです。調味料としてあるのは、こうか、この辺りか。ずっと曇ってます。見えるかな、うん、はい、カレー粉、カレー粉、おいおいおい、あとコンソメがあります。調味料も結構重いんですよね、瓶だと、うん、あ、5分、もうすぐ6分だ。よし、じゃあ、とりあえず揚げて。お、いらっしゃいませ。もう茹で上がったと思うので、あ、そうだ、硬さ、うん、いい感じで、ちょっと野菜も炒めたいのですぐに切り替えないと。硬さ OK。 アルデンテ、ん？あ、充電、本当になんか充電させてもらえるんだったら嬉しいですけどね。よし、もうちょいで全部わかる。よし、じゃあ次レトロトパーク、私もそれでいいと思うんですけどね。で、ちょっと向こうが温まるまでレトルトのナポリタン、うん、よし、レトルト今温めます。上で温めてました。よいしょ、で、半分、こんなもんか、もうちょいか、このぐらいかな。
残り明日、あ、声、すいません。うん、あれあれ、閉めるやつどこ行った、まあいいや、後してよいしょ、うん、はい、こっちはナポリタンになります。ナポリタン、お、カメラダメでした。ナポリタン完成。ちょっと炒める。あー、でごま油しか油がないから、ごま油で混ぜるだけになりますね。で、サラダ、ナポリタンが冷える前に完成しないと。あ、見えねえ、暗くて見えねえ。オリーブオイルないんですよ。よいしょ、何が大好き？あ、意外と多い。前回油全然足りないな、これ。足りない。油油、油油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 油。塩コショウ、風が、あ、こぼれた。オッケー、よいしょ、できた、よし、完成。じゃあ写真だけ撮ってすぐ食べます。これで機種動かしたら怖いな。いらっしゃいませ。腹減ってます。はい、はい、できました。火通ったかな、どうかな。いや、テントの外です。火がすごいです。そうです。よし、じゃあいただきます。あ、そういえば放送の残り時間何分？あ、10分ありますね。あ、じゃあ一枠でちょうど OK。 いただきます。あ、すいません、夜配信やっぱりコメント多いんで全然追いませんし、あの、よく聞こえてない。うん、いただきます。うんうん、うめえ。あ、パスタの硬さちょうどいい。よかった、少し早めにあげて。うん。靴は？うん。で、雨が、まだちょっとばらついてるんですよ。
で味見もせずに塩コショウをバッとかけただけの油炒めサラダ野菜、うん、まあまあいける。てかごま油に依存してる、うん、でもこのサラダ野菜って案外大根の比率高いんですね。あ、高いですね、うん、ちなみに明日の朝のおにぎりとかまで、おにぎりとか材料費全部含めて1100円かかりました。うん、うん、雨まだちょっとパラついたり止んだり、うん、いや通訳もないです、一枠だけ、うん、うん、うまいでございます、うん、あ、ちょっと雨が降り込んできた、今買ったのセブンイレブンですから全部。そう、ゴアテックス、もうだいぶ水が染みるようになりました、このゴアテックス、うん、ん？音割れてます？うん、うん、あ、しかしやっぱ曇ってますね。明日までにウェブカメラ復活するかな、うん、うん、あのセブンイレブンの鶏照り焼き110円とかに引かれたんですけどね、でもあれ茹でるだけだからちょっとコメントがえらいことになってますね今、うん、ん、うん、ん、どうしたの、ん本当に話題がポンポン飛んでるな。何食べてるのはスパゲッティナポリタンとサラダ野菜を無理やり炒めたもの。萩は山口県です。うん。ん？あ。今。ちょっと向こうのライトで照らしながらチェックしている人がいて、私の転がしていたテントがチェックされたかもしれない。お昼の配信の見どころどこだろう、うん、読み上げ音ですか、うん、あ、汁物、とりあえずジュース、野菜ジュースも買ってきてます、うん、あ、ちょっとテントを撤収してきます、うん、警備員の人じゃないっぽいです、普通の T シャツの人、うん、位置的に私のテントのとこじゃなかった、もう一個手前のとこでなぜかチェックをかけてました。猫押しています、うん、
うん、もしくは人かもしれない、うん、うん、何とも言えないって、なんで、うん、美味しかった。いや、ここは道の駅です。キャンプ場、お住まいは横浜です。うん、うん、足りないな。ちょっと放送後で私ももうスパゲッティもう1回分茹でて残りのナポリタン消費します。足りない。でもとりあえずこれでごちそうさまでした。足りないな。まだ3分ありますね。うん、うん、ん、横浜から新幹線と特急で津和野っていう島根県の津和野まで来て、そこから海沿い出て、あの今日2日目です。足りないな。うん、いや、あのバッテリー温存のためにも、あの枠はこれだけにしときます。満腹中枢が、あ、よいしょ。おにぎりとかもあるんですけどね。片道、いや、津和野から増田で一泊しました。今日も60キロ中しか走ってない。うん、バッテリー温存で本当に奥、あ、ありがとうございます。さ、乾燥剤と、うん、乾燥剤として、あの韓国のり2袋測ってきました。明日は早く起きなきゃまずいですよね。ここ道の駅だから。しかもあの魚市場系の多分道の駅なんで朝早いと思うんですよ。だから6時に起きても撤収した方がいいと思う。なので早く寝なきゃいけない。今何時？もう10時か。11時には寝たいです。9時、あ、ここ9時ですか。6時から明日ですね。多分秋吉台に行ってから放送しないとバッテリー持たないと思います。今これも2つ目のバッテリー消費しつつあるんで。ん？何のところがある？あ、西の駅テントあるところは軒先で、あの朝誰か万が一来たとしても、あの邪魔にならない場所を探してやってます、できるだけ。でもここは割と隙間少ないかな。うん、ホームレス、まあそれのスキルも磨いてますね。今あと30秒ですね。じゃあ私はこの後あのパスタもう1食分茹でて食ってから、あのテント張って歯磨いて寝ます。風呂はさっき入ってきました。じゃあおやすみなさい。明日は多分朝からちょっとやったらバッテリー持たないんで、秋吉台に行ってからやると思います。じゃあまた、おやすみなさい。それはじゃあ今回持ってきてない。